はいどうも、ケイキングです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうということで、今日はね、まあこれっすね、シャーザン。誰が引くんやつって。いや、シャーザンファンに怒られるわ。引く人ね、いっぱいいるかもしれない。めっちゃおるかもしれない。いや、時期がね、蒼天の拳終わってさ、で、まあここで復刻じゃないですか。で、この後、まあランキングガチャでユリアが来ると。なかなかね、ここに使えないですよね。で、俺はシャーザンも持ってるので、まあ今日は10回ですかね。まあこの15のボーナス、まあここを狙おうかなという、そんな感じです。まあ10回と、まああと3日残ってるので、まあ無料でね、まあ15到達と。はい。なんで今日はまあ10回引きたいなと思います。まあこの10回でね、2回、シャーザンが出てくれればね、アピールしてくれればシャーザン、まあスタメンでちょっと使っても、いいかなみたいなね。いや、シャーザンはね、結構面白いんですよ。あ、性能はね、かなり気に入ってます。まあ、なんでここまで育てるってるんですけどね。あの、黄色のプラス3とかまで。まあ、素材いろいろ厳しい。まあ、厳しいじゃないですか、素材。その中でね、まあ、ここまで育ててるんですよ。はい。しかも、覚醒もこうやってしてね。で、組手、錬金刀座。どっちも使ってです。ただ、まあ、この状態と。取ったりしてないですよ、これ。ダウングレードしないんですよ。もうこのまま使ってます。まあ、置いてるって感じだね。いや、いつも使いたいなとは思ってるんですよ、こいつは。まあ、性能は面白いですよね。で、今までちょっとこの火がね、まあ、使いづらかったんですよ。ただ、ま、霊王が来たので、まあ、霊王とシャーザンで、とりあえず火2枚、まあ、確保できると。まあ、一応全体バフも持ってるんですよ、こいつ。自身の攻撃と防御は上昇する。で、自身を除く力タイプの味方剣士全員の攻撃が 15%。だから、かすみ剣士郎とも相性いい。で、技タイプの味方剣士全員の防御が 30% 上昇するっていうのを持ってるので、まあ全体バフも持ってて、まあこいつ自体の火力もね、結構ありますし、なかなかいいんですよ。で、今の編成はね、やっぱりね、これ落ち着きました。まあ、霊王入り。とかね。で、まあ、動画も出したんですが、やっぱこれが強い。それは間違いない。もうこの編成が本当に安定。剣速上と戦う、下と戦う。どっちにしても安定、これ。まあ、レイオはやっぱりあの、覚醒待ちっすね。覚醒してからやね。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、レイオの奥義書来て、来たらね、まあ、とりあえずその、レイオバージョン。の動画を上げて、プラス、レイオとシャーザン、まあ、入れるね、動画も出そうかなと、一応思ってます。はい。今、そんな感じで、行きましょうか。ガチャね。じゃあ、10回ですね。はい、10回いきます。16% で光って、光ったら剣士が確定。いわゆる 36.5% と。狙いはシャーザンですね。カイゼルも、2回当たれば星7いけるかな。はい。まあ、そんな感じだね。まあ、まあ、カイゼルかシャーザンでじゃあ。いや、シャーザンで。いや、10回、光らないって普通にあるんです。よし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 。ユダだよーん。よう来るね、こいつね。ユダおったか、今回のラインナップに。うわ、一発目からシャーザン来たら2回期待できるんじゃねえって言おうと思ったんですけどね。そう甘くないよね。今ね、シャーザン星5なんですよ。だから星6なればね。まあ全体バフあるっつってもね。まあ星5じゃ厳しいっすよ。想定のキャラも結構ゴリゴリ育てましたし。頼む、光ってくれ。光れ。やばい、光る喜び、伝えたい。まだね。まだいけるね。光らず。次ラスト。
ハエ。次ラストですね。マジかよ。いや、もう一回光ってほしかったよね。ユダ手に入れただけか、これ。いや、一応ね、今ね、この購入ボーナス買ってるんですが、ランキングガチャの参戦は遅れます。遅れますね。足りないですね。なんで、また、まあ、ちょっと後やね。後に今参戦したいなと思います。まあ、まだユリアン生の俺、きっちり見てないんですけどね。まあ、とりあえず、まあ、必須キャラやろ。まあ、またちょっといろいろね、これ考えてみたいですね、パーティーもね。まあ、このユリア枠でさ、まあ、今後いろいろ出てくるってことっすよね。はい。ということで。あ、食料手に入れたね。一応使っとく。シャーザン。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、シャーザン、まあ、これ以上食料、いいか。つなぐもの方にしとこうか。あ、で、蒼天はね、蒼天の食料を見せてほしいっていうね、コメントあったんですよ。蒼天、一応ね、霞ケンシュロは SSS の120なんですが、他はそんな上げてないです。はい、こんな感じ。ギーズが B。で、レオが D。はい、こんな感じになってます。霞ケンシュロは、まあ、錬金術師のメンバーから外れる。まあ、霞ケンシュロ好きなんで、まあ、ここまで上げたんですが、外れることがあっても、まあ、組手から外れないですよ、これ。もう当分、当分っていうか本当、まあ、ずっと残る感じじゃないですか。霞ケンシュロは、組手はね。で、ギーズは、前も話したんですが、次の攻撃ダウン持ちが来たら、そいつと交代なんですよ。まあ、交代させるかどうかちょっと俺わかんないですが、蒼天のキャラはね、まあ、ちょっと長く使いたいなと思ってるので。だからまあ、パーティーで、まあ、ベストの編成を組むならね、まあ、次の攻撃ダウンが来たら、まあ、交代だと思います。これは。レイオーはね、まだなんとも言えないですね、こいつはね。まあ、ちょっと覚醒して使ってみて。まあ、そんな感じですかね。一応ま、今の育成も、はい。まあ、こんな感じなんですよね。まあ、この辺もうちょい上げて、まあ、星も5なんですよ。まあ、星6で、またちょっと使ってみたいですね。はい。まあ、またちょっとレオのね、動画も上げたいなと思います。ということで、今回はここまでご視聴ありがとうございました。